カルロス・マウリシオ・フネス・カルタヘナは、エルサルバドルの政治家、2009年6月1日から2014年6月1日まで大統領を務めた。所属政党は、ファラブンド・マルティ民族解放戦線。中央アメリカホセシメオンカーニャ大学を卒業。1986年にテレビ局記者として活躍する。1991年より CNN en Español でリポーターとして有名になる。内戦時のエルサルバドルで左翼ゲリラとされている人々にマイクを向けてゆく。一方で与党の民族主義共和同盟に対して厳しい内容の番組を手掛ける。なお、エルサルバドル内戦は1979年に始まり1992年に終わったとされるが、人口が600万人ほどのエルサルバドルで死者が7万5,000人以上、行方不明者が8,000人以上出たとされている。ファラブンド・マルティ民族解放戦線が反政府勢力としての当事者であるが、1992年以降は合法政党として支持を着実に伸ばす。マウリシオ・フネスは2007年までテレビリポーターを続けている。2007年11月28日にファラブンド・マルティ民族解放戦線からエルサルバドル大統領候補として指名を受ける。エルサルバドル内戦時に戦闘員として従事していない初の FMLN の指導者であり、かつアメリカ系のテレビメディアに従事していた異色の候補者として注目される。新自由主義的な政治路線の変革を訴え、穏健な中道路線を強調する。雇用創出、衛生福祉の充実や犯罪の抑止を公約に掲げる。アメリカ合衆国との友好な関係の継続を訴える。2001年から続いているアメリカドルを国内通貨とするドル化政策を変えないことも公約する。2009年3月15日投票のエルサルバドル大統領選挙で対立する民族主義共和同盟候補のロドリゴ・アビラをわずかな差で破り 51.3% で当選を果たす。2009年6月1日、エルサルバドル大統領に就任する。就任式にはベネズエラ大統領のウゴ・チャベスが直前に出席を取りやめ、友好国のボリビア大統領のエボ・モラレスら各国の元首クラスが参列するが、アメリカ国務長官のヒラリー・クリントンや台湾総統の馬英九も出席している。就任当日に50年前から国交断絶となっていたキューバとの国交を復帰する。18ヶ月間に10万人の雇用創出を掲げた経済計画を発表し、実行に移している最中である。エルサルバドル国内の犯罪増加に対して国軍が警察に協力体制を取らせるなどの緊急対策を採用する。2010年1月16日の内戦終結合意調印18周年の記念式典、大統領としてエルサルバドル内戦の犠牲者に謝罪し、対象者約18,000人に総額$19,500,000の補償を確約する。2014年6月1日に大統領の任期満了により退任。後任は、サルバドール・サンチェス・セレン。ありがとうございます。